マジマジ、しがしが。まあ、こんな感じでね。サラダという名のつまみだね。はい、どうもー、酒癖の悪い料理研究家です。今回はですね、これです。人参。僕、人参も大っ嫌いなんですよ、もう。美味しくないと思っていた時も僕はありました。なんですけども、料理研究家になってからね、人参の美味しさ気づきました、私。そして探しました。人参の一番美味しく食べれるレシピ。その人参サラダであれば、人参あんま好きじゃない人もものすごい美味しく食べれると思いまして、もうこれはね、革命。僕の中で革命が起きた、この人参サラダ、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、やっていきたいと思います。じゃあまずですね、この年電をね、あの僕ん家にあるこの千切りスライサーですね、ない方はあのこうトン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 って斜めに切って千切りにしていただいて全然平気です。でも僕もう面倒したくて、もう酔っ払ってるんでそんなことしたくないので、文明の利器に頼ります。文明の利器はね、いくらでも使った方がいい。千切りしてもあのこれでスライサーで千切りしても味変わんねえからね。ということで、やっていきたいと思います。いいよいいよ、一瞬でこんな半分すれんのよ。めちゃめちゃ便利だから。人参千切りするのめんどくさいのも硬いし、こいつは皆さんね、手までね、すっちゃわないように気をつけてくださいね。これね、今日はこのぐらいで完備してやる。まあ3から4枚、今回は1パック4枚だから、もうこれ半分に切ってここで千切りしていくと。はい、いい感じで千切りできました。もううまいでしょこれは。マヨネーズですね。これがマヨネーズはあのそこに溜まってたらこうやってブンブン振ってください。そうすると入り口にマヨネーズが集まっていく。大さじ1 2 2半ですね。はい、こんぐらい。味の素1234ですね。はい、塩はね小さじ5分の1ですね。はい、大体5分の1です。そしてワッシュワッシュと混ぜます。ワッシュワッシュ、思ってる3倍の胡椒入れてください。でこれでね、人参臭さがねなくなるんでね。マジマジしましょう。これはね、何がいいかっていうとね、皆さん皮むかないんですよ。皮むかないでやるとですね、あの非常にいいんですよ。なぜかというと皮をむく必要がないからです。人参ってここまで細く切っちゃうと皮の食感なんて全く気にならないんですよ。だから剥かなくていい。しかも皮の周りってめっちゃ栄養集まってるんで食べた方がいい。やる必要がないことは絶対やらない方がいいです。やって味があんま変わんないことはやんない方がいいです。その時間スマブラやってた方がいいもん。結果美味しければいいので、美味しいものにたどり着く道筋は短ければ短いほどいい。千切りスライサーだけ使いました。はいはい、もう完成。はい、じゃあそれではね、持っていきます。まあこんな感じでね、サラダという名のつまみだね。もちろんね、おつまみって副菜にもなるので、あの副菜で使っていただいて、お酒飲まない方もいらっしゃるんでね。酔っ払いが嫌いな人も多いらしくてね、ツイッターのリュウさんはいいけど酔っ払い嫌いとか言われるんですね。それはね、わかる。俺も酔っ払い嫌いだもん。でも自分が酔っ払いになったらもうわかんないんだよね。酔っ払いは嫌いだけど酔っ払いにはなるっていうね、これがね、世界の真理だと思います。はい、最後にですね、このパセリをかけていただく。おっ、もうね、すごいな。パセリってね、パセリかけるだけでデリ風になるもんね。はい、ということで人参のマヨサラダの完成です。じゃあ食べたいと思います。いただきます。ああ、ちょっとなくなっちゃったんで、もう相棒を召喚したいと思います。ということで、いただきたいと思います。いただきます。じゃあ食べてみて。いただきます。これはうまいわ。うまい。これだけ人参細くすると生でも食感全く気にならないですね。ハムの旨味とマヨネーズの旨味と味の素の旨味と胡椒の香ばしさね、スパイシーな香りが出てこれは美味しい。人参嫌いなわけだくしも35ページだな。シラフのムーは信用できますね。めちゃめちゃうまいもの作るんでね。まぁ、ちょっと僕これから飲みに行かなきゃいけないので終わりたいと思います。栄養価も高いのでね、皆さんぜひ食べてください。
これでもうマジマジ知りましょう。これね、これ多分確かね、千葉市とコラボして作ったやつかな、これ。そうそうそう、この千葉市とコラボして作って、もう食品ロスなくしましょうっていうやつね。